こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、オリエント機械式腕時計のカタログについてちょっとお話したいと思います。まあ、機械式っていうのはゼンマイなんですよね。まあ、自動巻き、手巻き、まあ、最近は自動巻きが多いですけどね、手巻きって割と少ないかもしれません。まあ、これはですね、オリエントの私どもの総合カタログって言って、まあ、業務用のカタログなんですけど、まあ、それプラスですね、こういう、これはユーザーにお客さんに渡せる、そういうカタログです。これ もう機械式時計、もうバッチリ出てます。本当に豊富ですね、機械式時計は。まあ、水性に比べるともう値段全格段にお求めやすいですね、オリエントの場合は。こういうパワーリザーブついたり、いろんなこういうですね、パワーリザーブとか、あと、まあ、こういうあれですね、こう心臓部見えるこのテンプって言うんですけど、これ見えるこういうタイプとか、そういうほぼこれ実物大になっておりますんでね、やっぱパワーリザーブついてるのはやっぱり魅力ですね。オメガにしてもロレックスにしてもパワーリザーブついてるってあんまりないですからね。他のメーカーではそういうまあものすごい高いですよ。もう何百万の世界ですね。もう100万200万の世界になっちゃうんで、それに比べるとこのまあオリエントも今セイコーエプソン、セイコーの一応こういうグループに入ってますんで、まあセイコーとはちょっと違うあれですけど、まあセイコーでもクレドールとかねそういうブランドもありましたけどね。まあフェニックス、クレドール、フェニックスとかパシフィークっていう、まあ、そういうのも出してましたけど、今はちょっと製造してないです、それは。まあ、ちょっとあんまりね、複雑っていう時計になっちゃうんですけど、値段も結構いい値段はしてましたけどね、今はそれ製造してませんでしたよね。まあ、そういうことで、まあ、オリエントがまあどっちかというと、まあ、お求めやすくてあれじゃないですかね。本当に、逆に言えばもう、2本でも3本でも買えるぐらいの値段になっちゃうんでね、そういう意味ではもう、時計好きな方はもうこういうオリエントのこういう、私も好きで自分でまあ、もう一本欲しいんですけどね、こういうのを使ってますけどね。これもこうパワーリザーブついてますんで、非常にまあ結構評判いいですよ。これお客さんに見せても、あ、かっこいい時計してるねって言って、まあ値段的にも8、まあ今ちょっとこれ製造してませんけどね、このデザインは。この機械は使ってます、またオリエントで。そういうことでございますよね。どうか機械式時計に興味ある方はね、ぜひカタログとか私実際してますんで、まあ、ご説明できるんで、どうかよろしくお願い申し上げます。